はい、その精神で現場に行っていただいていろいろとご紹介いただいておりますが、はい、今回は寺田さん、はい、はい、私のコーナーよろしくお願いします。私は今回ここに行ってまいりました。なんすか、照姫祭り。はい、はい、これ練馬区のお祭りなんですけど、一番大きなお祭りです。てる姫祭りってあるの？あります。で、石神井公園でやっております。はあ、年に1回、今回は5月14日日曜日、もうほんと最近ですよ。で、第36回ですから、はい、昭和63年からやってるという。私大川公園に入ったの昭和62年なんですよ。はい、だほぼ同期なんですよ。同期で、同期で36回目という素晴らしい、伝統あるお祭りなんですけども、はい、僕は初めて行きました。ここに昔、その昔、室町時代なんですけども、石神井城っていうのがありまして。あ、城があったの？城があった場所なんですよ、ここ。それで、豊島康恒さんという方が、その城主だったんですよ。はぁ。その娘が、照姫という。はぁ。それで、照姫、ある伝説があるんですよ。照姫伝説っていう。ほうほう。で、年に一回、舞台で、その伝説の舞台をやるんですよ。照姫伝説と呼ばれてる舞台を、私も見たことなかった、初めてですからね。おこんな感じですね。これ石神の池田公園なんですけどもね、はいはいはい、まず野外ステージでその照姫伝説という舞台をやります。で、他にも野球場ステージとかハイカラ劇場ステージとか石神公園の駅前ステージとか4カ所もあるんですよ、大きな舞台が。で、練馬区の、まあ、いろんな、ヒップホップのダンスやったり、20分刻みに10時から3時ぐらいまで全部のステージでいろんなショーをやってる。まあ、プロがやるっていうよりも練馬区でいろんな習い事やってる人たちがその場所で発表するっていう。あ、発表会みたいな。発表会なの。ハワイアンのダンスやったり、はい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 、いろんな、ね、演劇もやってましたし、はい、いろんなことやってますよ。楽器弾いたり、ほう、まあ、学園祭みたいな感じですね、ちょっとしたね。はい。で、まあ、野外ステージに私行ってまいりました。私野外ステージの方にね、はい、照姫伝説のお芝居を見に行きました、はい、で12時からスタートだったんですけど、まあ、これ11時の時に行きまして、ちょっと待ってください、照姫なんですけどハワイアンダンスのようにやってたから、照姫伝説の前はハワイアンとかやってましたよ。笑いに飛んでますね。笑いやその前はやハワイアンダンスなんですね。ハワイアンダンスお祭りの中の一つの出し物、まあ、そうなんです、出し物で、うん、まあ20分から30分ぐらい、うん、小刻みにいろんなスケジュールが組まれてるんですよ。はい、なるほどね。で、もう超満員ですよ。1000席あるぐらいあるんですけど、はい、全部席埋まってたんですよ、行った瞬間は。これ傘さしてますよ、みんな。雨が降って、僕もこの中央の席を取ることができたんですよ。みんな、真ん中辺の人たちがみんないなくなって。あら、それは恵みの雨だったんですよ。あ、いい席取れたと思って、雨だけど。ただ、雨天、雨が降ると、やらないんですよ、お芝居の方も。あ、小雨までなんですよ。小雨まで、小雨までなんです。着物とか着てるのに。あ、そっかそっかそっか。着物とか着てるから、まずいね、あの衣装がね。ものすごい不安でしたよ、雨。結構な雨降ってきたんですよ、この時。はい、やばいな、大丈夫かなと思って、まあ、見てましたら、はい、なんと来たよ、この3人が出てきたら晴れましたよ。来ましたね。照姫の照っていうのは、これ太陽が照るっていう意味なんじゃないのかなと思うぐらい神がかり的でしたよ。天照総御神のね、照だよね、これね。素晴らしいですよ。芝居始まった瞬間雨が止んだんですから、これが照姫です。一番左がこっちが照姫、照姫、はい、で真ん中が、豊島康恒、豊島殿です。殿、はい、奥方です。一番右が奥方、お母さん、お母さんです、奥さんですね。うん、この3人は、毎年2月にオーディションが行われるんですけど、オーディションで選ばれるという、結構大変なオーディションなんですよ。まず練馬区に住んでないとダメです。厳しいね。厳しい厳しい。その演技が上手いとか下手とかよりも練馬区に住んでないとダメ。それから70歳以上はダメ。あと、はい、石神井公園の駅まで商店街を練り歩くんですよ。だからそういう衣装とか着ますから、うん、それに耐えられる体力がある人じゃないとダメだと。で、オーディションに受けに行くわけです。で、受かった方3人です。へ、選ばれた方々ですね。寺田さんまだオーディション受けれるじゃないですか。もう受けられるんですよね。条件としては私、来年の役とかも可能性はあるんですよ。あるあるある。2月に毎年1回やりますから、はいはいはい、一新しますから役も。なるほど。毎回。じゃあ来年ぜひ。来年ね、うん、まあ、照姫祭り出てくださいよ。規定が変わってなければ
急にね60までとかさそれになるたりしますから急に嘘去年と違うじゃねえかって。まあまあその条件次第ですね。はい、はい、そしてまあ最後こう太鼓かなんかでね、うん、室町時代の雰囲気出していいんでしょこういうのも。和太鼓があって、まあ、女性だけでたたい叩きましたけど女性の和太鼓ですか。よかったですよ。で次にこういう踊りかなんかもありましてね、綺麗な衣装着て室町時代も悪くないなと思いましたねいやこの時代もいいじゃない豪華絢爛でと思って綺麗で百事公園でこんなやってるやってるんですよ。でこういうね最後子供たちがこれ楽器を弾いたりして、あ、もうほんとタイムスリップしてる感じですよ。素晴らしいじゃないかと。あ、しかしねこっからが照姫伝説なんですよ。こっから戦国時代なんですよ。急に戦国時代なこれ、ね、急にあのこういう戦が始まるんですよ今まで幸せ一色だったのが急に戦ですよ厳しい時代だなと思って、室町時代厳しいなと思って、これがね、はい、江戸城の太田道館と太田道館と、はい、豊島康恒の一騎打ち、戦いですよ。え、そんなことあったの。あったんですよ。太田道館と戦ったの。太田道館と戦うんですが、やっぱり強いんでしょ太田道館は。負けまして、落城することになるんでしょ石神井城。その時ね、落城した時に白い馬に乗って、石神井公園の隣に三宝寺池と池があるんですよ。その白い馬に乗ってその池に向かって沈んで自決したんですよ、豊島さんは。それがまあ伝説なんですよ。まず一つの伝説で、もう一つあるのはそれをこの照姫がそれを見て父を思い、はい、私も一緒に連れてってっつって三宝寺池に自分も飛び込んで自決するという。もう最後は悲劇なお話ですよ。なんかもっとなんかハッピーなお祭りだと思ってましたけど、悲しい話なんですよ。もう本当これを見て感じたのは、まず戦争は絶対ダメだなと本当に思いました。どんなにか楽しそうなね、ことをやっていても戦争始まった瞬間も全部なくなるという。あと父を思う娘の気持ち、これはねすごいなと思って、熱いなって。素晴らしい照姫は。その時代ってね、残された人も辛い思いしますね。しますね。なんかどっかにね、うん、無理やり嫁がされたりとか。そういうのもありますね。父親が亡くなったら自分もね、もうその道がないっていうのもありますよね。自決するしかなくなるっていうね、そういうのあるんでしょうね。まあそういう感じの終わり方でしたね。出演者全員で、まあ、100人ぐらい出てくるんですよ。最後記念撮影なんです。こんなに出てたかと思って。すごい練馬区上げてのお祭り本当にすごいんですね。すごいですよ。もう力の入れ方がすごいですよ。お客さんも超満員ですから、超満員。4つステージの1つでも超満員ですから、他のステージも見に行きましたけど、多分もう超満員ですよ。やっぱほらダンスなんかやってればその親御さんも見に来るし、ちびっこのダンス見に、ヒップホップ見に来るとか。なるほど、ね、だからどこの、こういうステージも超満員で、この後大名行列が始まるんですよ。あら、それも私駅の方に行って見てまいりました、はい、まあ、こんな感じでね商店街を練り歩くんですけど、はい、竜が最初登場するんですよ。これは照姫が蘇るという意味なんですよ。亡くなったけれども復活すると竜で蘇っていくという復活祭ですね、これね。いい話なんですよね。はい、で次にこうもう照姫が来て湧くわけですよ。素晴らしいですよ。もうなんかもうディズニーランドのなんかパレードを見るような感じですよ。ミッキーが来たっていう、もうあのテンションの高さですよ。いやーね、世間的にはね、ほらどうする家康とかが盛り上がってる、盛り上がってる、浜松でもすごかったらしいじゃないですか。すごいですよ。そう、でもこれ照姫でも、もうみんなもう拍手喝采で、もうみんな写真撮ってましたね。で駅前のこのステージでもちょっと小芝居があったりして、あと挨拶があったり、写真撮影会みたいなのあったりして、みんな喜んでましたけどね、はい、何千人いるかも分かんないんですよ、この石神井公園の高架下。すごかったですよ、本当本当に
すごい、俺キムタク来てんのかなと思いました本当に。おい写真撮れねえじゃねえかこれってぐらいね。俺私本当にちょっと寺田さん、うん、若干モテんのかなって今の今まで思ってどこもかしこもこんな人ですよ。人人人ですごい、すごかったですよ。今年のてる姫はどんな人がやってんだなんつって我々には全く分かりませんね。いやもうね写真撮れないぐらいの勢いでしたよこれ。いやいやすごい、こんな人がいるから人の頭がしか撮れなかったですよ。もう前の方に無理やり行ってさっきの写真は撮りましたから。いやいやすごいすごい、やっぱり36回目ってこの伝統の力ですね。はあ、舐めてもらっちゃ困りますよ本当に。もうねこの方なんかこれ殿なんですけどね、トロっつったってこう手振ってくれたんですよ。俺本当にもう殿様に見えてきますね何千人もいるし沿道には。なんか長木武さんに、ああ長木さんね、あんま感じはね渋いんです。いやそれじゃもうこれやるべきですよね。いやこれ絶対やってほしい。まあ、こんな人が見たらね逆にちょっと緊張しましたよ。いや次行きますよ、ね、沿道でお願いします。これ頼もうって呼んでやるよ。こんなに人いたらやだな。やだやってやし、やんなきゃダメだ練馬区の。これねえなと思ってね練馬区、練馬区すげえじゃんと思ったの。これ奥方ですね、うん、もう手振ってね綺麗な、すごい綺麗な人でした奥方も。いや俺はもう九条さんにやってもらうしかない。九条さんでも私練馬区住まない。そう練馬区住んでないんですよ練馬区住んでないから、練馬区引っ越してくださいよ。絶対選ばれますよ。渋谷区がいい。テレ姫に選ばれるかもしれない、ね、あ、テレ姫だ。いやテレ姫はやっぱ10代とか、うん、まあ九条さんだったら大丈夫ですよ。大丈夫大丈夫、全然いけますから。はい、すごい。なんかで今でもこの三宝寺池なんですけども、はい、こういう塚があるんですよね。これ殿塚って書いて、まあ参拝殿様ね、あ豊島氏を、あの豊島氏をね参拝できるというここで。ああ、はい、本当にあった話なんですね。本当にあった話かどうかはあなた次第ですこれがわからないんですよ。その室町時代にはそういうふうなもの文献はないんですよ。ないの？ないんですよ。その明治時代ぐらいにそういうふうな、なんていうかな、物語が作られてる可能性もあるんで、絶対あるかどうかっていうのはわからないですよね。その食事場があった跡地みたいのも特にない。いや、その跡地はあるんじゃないですかね。あの城壁みたいなのはありますね。城壁はそうそうそう。だから城はありますし、豊島さんも本当にいたというのも事実です、うんうんうん、ただ三宝寺池で自決するとか、その後を太田道館と一騎打ちは本当にありました。本当にあった。それで戦に負けたというのも本当です。なるほど、ね、最後そこでね、うん、最後自害したかどうかは、うん、私もと見てませんから。そうですよね、見てない。そうです、ね、室町時代な、うん、だからそこは分かる。物語を誰かね、うん、作った方も、まあ、竜になってとか、ね、竜になった話とかね、それはまあちょっと持ってるかなっていうのもあるかもしれませんけど、こういう塚がありますから、はい、そこは本当にあると。これは本当にあります。やり続ければいいんですよ、そういうのをね。そうです、言い続ければいい。言い続ければもう本当にあったことですよ、はい、これは姫です。テル姫のお塚です。テル姫の塚、塚ここで参拝することができますよね。なるほど、この隣の木がすごいんですよ。はこの木は、また木にも注目しますか。いやな、空気が変わったんですよ、ここ行った瞬間。もうね、フラフラでここにたどり着いたんですけど、うん、急にパワーが出てきたんですよ。パワースポット。何これと思って怖くなりましたよ。パワースポット、完全にパワースポット。いやこの木見てください。ああ、これ白樫っていう木なんですけど、24メートルもあるんですよ。練馬の名木に選ばれた木なんですけど、この木なんですけどね、うん、今があったここにあったのが、このちょっと暗くて申し訳ないんですけど、これ塚なんですよ。これがここに塚がある、塚があって24メートルの木なんですよ。ああ、なるほどね。はい、だからもう私もパワースポットだからお願いしましたよ。株が上がりますようにとか、血糖値下がりますようにとかね、もういろんなことを込めて、もう全部自分の個人いやいやいや、もちろん練馬の発展とかいやいやいや、個人情報、世界平和、個人情報しか入れませんよ僕は。せめてウクライナのね、なんか平和を願って俺を幸せしてくださいと、もうすがりついて急にだけどここ来たら本当に元気が出た、元気が出たんですよ。いいですよこれは、本当にパワースポットだと思います、うん、そしてこれだけじゃなくてね、はい、もっとこういうね、出店、
すっごい出てるんですよ、出店があらゆる食べ物が売ってました。はい、こういうのも楽しめますから、皆さんぜひ遊びに来てほしいなと。出店はね、はい、人がいっぱいいまして、そしてあともう一つ石神小屋さん、この船ですよ、ね、ね、パタパタパタって乗れますよ、ね、スワンボートがもうこんなにね出てる、スワンボート初めて見ました。あ、そうなんですか。前代出てました。へえ、これまあこういう形でしか撮ってないんですけど、はい、もう至る所にスワンボートがありましてね、全部出てて、まあ、人がそれだけ来てるから、はあ、スワンボートにも乗る。でこれもスワンボートもおすすめですね。テル姫探してくださいよ、スワンボートで。テル姫探してくださいよってなんですか。姫って言って、姫もう十分追いかけまして、駅前まで行きましたからまあこういう楽しみもありますので、ぜひね、年に1回やってますから、テル姫祭り、なるほど、ね、超おすすめですのでね、皆さんも時間あったら遊びに来てほしい。ほんとそうですね、祭り以外でもその練馬のあたりってすごい公園が本当になんか充実してる。あ、そうですね、緑が多いですからね、植物学者になるだけのことありますね。あ、そうです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 、こういうのいいですよ。だから全く我々わからないっていうか、うんうんうん、ねえ、その家康はね、いつもニュースとかに取り上げられるから、うんうん、あ、そうなんだとか、まさにインディーですよね。すごい、100以上の話をこんだけ熱く語るってなかなかいないですよねそんなのあったのかな。そうそうそう、なんですよ。もう百人城って城があったことないですよ。ちょっと待ってくださいよ。いや本当とかしか分かんない。ちゃんとありましたからね、こういう伝説もあったというお話でございます。